まゆかの教えてあげる。今週は久しぶりの G1、 春の最強スプリンター決定戦です。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。高松宮記念は金層が充実している馬の活躍が目立つから、今回は着順評価を重要視してデータ予想してみようっと。春の中京に桜を咲かせるのは果たしてどの馬？高松宮記念本命は4枠8番アンバルブライベンになりました。そして対抗は3枠6番サドンストーム、3番手は5枠9番レッドオーバル、4番手は2枠3番ローブティサージュという予想結果になりました。ということで高松の宮県のデータ予想の結果は本命4枠8番アンバルブライベンになりました。重賞2勝の注目は得意のスタートをきっちり決めて人馬ともに G1 初制覇を狙います。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか？以上、まゆかの教えてあげるでした。